おーい。やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。ぜ、いや、だって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。世間話はよそう。話すこともないのに必死に話題を探すなんて滑稽だからね。いつになったら俺の作業を。天へと参る。新入りか。このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機械も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。分かったか。分かったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。まあまあってとこか。機械を使った加工だからさほど差は出ないがな。いいだろう、合格だ。特別許可権を支給する。疲れたぞ。もうこれで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、
まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから近くを探してみようぜ。ついてこいなんて言ってないよ。まったくどこにいるんだ。まさかサボって寝てたりしてないよな。ここだよ。うわぁ、急に出てくるなんてびっくりしたぞ。あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて何かやましいことでもあるのかい。こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん、早くこっちに来てよ。隠れて話そう。お前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん、お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなくフレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ。ハウスオブハースの潜水士だっけか。確かフォンテーヌ邸で会ったよな。それよりなんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は出立亭にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん、前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウスオブハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウスオブハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。遥か昔からハウスオブハースはこの件について調査し秘密を探ろうとしてきた。
でもここ最近、手配した偵察員だけじゃなく、潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。え？そんな重要な情報どうやって知ったんだ？お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは私たちには想像することも見ることもできない。結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方は大体こんな感じだよ。そっちはヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えど、メロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか、やっぱり協力してもらうよう旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってからいつか意見が一致するってずっと期待してたの。というか、今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん、君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度感と形での協力に文句はないよ。それに最悪の状況のことも計算してあったんだ。君の答えは僕の考えていたものより随分優しかったよ。それじゃあ早速情報を一つ共有するから、しっかり聞いててくれ。リネットとここを調査してみて分かったことがあるんだ。メロピデ要塞には禁域が存在する。ほとんどの人はこれについて話さないようにしてたから話術をちょっと駆使してみた。そしたら監視の口から禁域の存在を確認できたのさ。君たちも調査の時は気に留めておくといい。禁域、もしかしてタルタリアはそこで行方不明になったのか？確かに気に留めといた方が良さそうだな。うん、それこそがメロピデ要塞における最大の疑問だ。他の問題についても早く調査しないといけないけどね。とにかく
この情報が君たちの役に立つことを祈ってるよ。おっと、もうこんな時間だ。お腹が空いてるだろう。早く特別許可食堂で何か食べておいでよ。今後連絡が必要な時はカードで知らせるから。その言葉を待ってたぜ。こんなに働いてもう腹ペコだぞ。ご飯にしようぜ。調査はその後だ。遅い。今日のはやっぱり昨日のやつほど美味しくなかったな。はあ、運だけでまたあんな料理を引き当てられる日はいつ来るんだろうな。うい、だからいいや。普通の料理も悪くないしな。早く出る方が大事だぞ。でも今のところ看守がちょっと怖いのと、作業が大変ってとこ以外、ここでの生活もそんなに悪くない気がするぞ。そうかい。ま、ここに来たばかりのやつはみんなそう言うがね。どうやら地上での経験は君たちに十分な教訓を授けてくれなかったらしい。表面だけ見ていたら、行き止まりにたどり着いた時、一体どうやってその道に足を踏み入れたかってことさえわからなくなるよ。ふん、悪くない態度だね。ヒントを提示してやってもいい。ここにいる奴らは全員ルールを守り、トラブルを起こすなと君たちに言ってきたはずだ。だがそのルールが表面上の囚人としての規則だけを指しているわけじゃないってことまでは君たちに教えなかった。ここには隠しルールが多く存在するのさ。え？隠しルール？あ、どんなのだよ。誰もがそれらのルールを知ってるわけじゃない。だが知っていようがいまいが、ひとたび違反すれば死よりも恐ろしいことが待ち受けているかもしれないよ。そうなのか。おいら怖がりなんだ。そんな怖いこと言うなよ。もちろんそれもあるが、そんなのはまだマシかもね。そっか。もし隠しルールなんてものが本当にあるなら、タルタリアの失踪した原因もそれと関係してるかもって言いたいんだな。その隠しルールの内容を教えてくれないか。オイラたちどうにかそれを避けたいんだ。これは人命に関わるほどの情報なんだが、そんなに軽々しく私に聞くのかい。わかったって。でもオイラたち特別許可権はそんなに持ってなくて。わかってるさ。ごゆっくり、十分貯めた後で構わない。というより君たちはまだここをよく知らないだろう。だから今教えたところでさして意味はないのさ。とにかくここでしばらく生活してみてからまた来るといい。私は普段ラグ&ボーンショップの近くにいる。名前はビドックだ。よろしく頼むよ。行っちゃったな。オイラたちを脅かしてるだけって可能性はないか。偽情報をオイラたちに買わせるためとか。そうだな、これもタルタリアのことを調べる糸口になるかもだし。隠しルールか。今はあいつの言った通り特別許可権も持ってないし、ここについても詳しくないから、しばらく経ってからまた話そうぜ。あ、話に夢中だったな。もともと美味しくないご飯なのに、冷めたらますますまずくなるぞ。早く食べようぜ。
ついてこいなんて言ってないよ。風よ。遅い。ついてこいなんて言ってないよ。さっき会社に確認したんだけどな、毎日午前中に作業があるのは決まってて、でも午後は好きなことをしていいらしいぞ。まあほとんどの囚人は特別許可権を得るために働き続けるみたいだけどな。あと特別許可権を一定数消費すれば午前中の刑務作業を免除してもらって時間を自由に使えるとも言ってたぞ。ここって特別許可権さえあれば本当に何でもできちゃうんだな。おいらもう疲れたぞ。明日の朝はおとなしく起きて仕事しないと。特別許可権がなければ特権だって得られないんだからな。おやすみ旅人。明日の調査はうまくいくといいな。